イラつくとすぐ表情出ちゃう。でもチョコもすごい、なんか感情が顔に出るタイプだねって言われる。そう。なんかルイ様とかに会うとさ、いや、チョコ先生は、見てたらすぐわかりますみたいな。何考えてるかすぐ顔に出るからすぐわかるって言われる。そう。だから、リッチショコラの買い出し、いつも二人で行くんやけど、なんて言ったらいいんだろう。なんか、リッチショコラの買い出し行くやん。行って、なんかチョコ、何も喋ってないのに、あ、チョコ先生これが欲しいんですね、とか、これ嫌いなんですか、チョコ先生、とか言って。チョコ、無言で何も言ってないのに、全部チョコの心の中の声、わかっちゃうんだよね、ルイ様。あれと思って、なんでわかったのつって。チョコ先生はわかりますよ。あ、チョコ先生あそこの信号で渡りたいんですね、とか、すぐわかってくれる。なんでやって思って。ルイ様はすごいんだ。チョコの考えてることすぐ当てちゃう。先生、声にも出てる気がする。声に出てるチョコ。ガチ。そんなにわかりやすいかな、チョコ。めっちゃ出てる。ガチ？かなりわかりやすい。ね。やばいや、もうチョコ人狼とかポーカーできんわ、じゃあもう一生。嘘つけなさそう。チョコ嘘つけない。